はいどうもこんにちは、ポタパパです。よろしくお願いします。今日はですね、最近買った完全ワイヤレスイヤホンとちょっと愛用している、完全ワイヤレスイヤホンを合わせて3つご用意しまして、まあちょっとした比較をしてみたいなと思っています。まあそれぞれ味付けが違うので、点数をつけるっていうよりは、今あのイヤホンを探している方たち の買うきっかけにもしなってくれれば、それでいいかなっていうふうに思っています。ちょっとお話長くなるかもしれないんですけども、どうぞ最後までお付き合いください。それでは行きましょう。レッツゴー。はい、それでは行きましょう。まず第一にこちら、ゼンハイザーのモメンタムトゥルーワイヤレス2でございます。ジャブラ、エリート 85T でございます。こちらが、先日購入した BOSE、クワイエットコンフォートイヤバッツですね。この3機種を今日は、ご用意いたしました。項目ごとに簡単に整理していくのが一番いいのかなと思うので、項目別でやっていきましょう。まず項目としてはノイキャンからやっていきましょうか。こちらのモメンタムのノイキャンは非常に自然というかナチュラルな味付けになっています。キンキンになるようなこともなくですね、軽すぎるっていうこともなくですね、イヤホンの形がですね、私の耳と相性がいいのかわからないんですけども、綺麗な、ノイズキャンセル機能となっていまして、私は、気に入っています。続いてですね、こちらジャブラなんですけども、こちらのノイキャンはですね、ちょっとモメンタム寄りなんですけども、モメンタムよりは強くて、で BOSE よりは弱いみたいな感じの、少しバランスの取れたものとなっています。あのキツキツなこともなくて、抜け抜けなところもないという感じで、おそらく万人受けするものはこの3つの中でこれだと思います。続きまして、先日購入しましたこちらのノイキャン元祖 BOSE でございますが、もう圧巻と言わざるを得ないですね。本当に無になるんですよ。0から、10までの間の11段階で、ノイキャン機能調整することができますので、自分が今いる環境、例えば、まあ、お部屋でリビングにいるとか、図書館にいるとか、まあ、カフェでお茶しているとか、いろんなシーンに合わせて細かい設定が自分でできるので、11段階あるので、そこは心配しないで、自分の好みで聞けると思いますので、その辺は安心していただいていいかと思います。ノイキャンの機器をまあちょっと順番にするなら、まあ非常に BOSE は上質なノイキャンにもなっているので、ノイキャンのランキング的には、まあ1位が BOSE、 2位が、モメンタム、3位がジャブラっていう形ですね。まあどれも素晴らしいんですけど、まあ比較してみるとそんな感じですかね。はい、それからですね、外音取り込み機能なんですけども、この3機種ともども非常に優秀でですね、マイクの性能が多分すごい優れてるんだと思うんですけども、音を自分の方から聞きに行って集音して、リスナーの耳に届けているっていうようなことを感じられる
仕様に全てなっています。どれを選んでも間違いはないと思います。ということでライオン取り込みについてはドローという形になりますね。はい、それとですね、肝心の音質なんですけども、モメンタムのトゥルーワイヤレス2はですね、豊かな音を、まろやかなノイキャンで、高音もきれいに伸ばして、で低音もきつすぎることなく、私本当に感動した一品なんですね。こもった音もしないし、きつすぎる音もしないし、かといって音がぼやけることもない、非常に優秀なイヤホンとなっています。続いて、ジャブラ、ジャブラの音質なんですけども、非常に低音がですね気持ちいいんですよ。これがズシってこう中に入ってくるんですけど、音間がすごく広く感じられて、そこに低音がふわってこう広がってスッと消えていくような、そんなね、上質というか上品というか、こういう低音を鳴らしてくれます。中音域、高音域も刺さることもなく、非常に立体的な音を聞かせてくれます。自分 と、音の距離感とかを感じられるぐらいの、音質を発揮してくれます。で、音が万人受けするような感じのものとなっていて、これはロックとかよりももしかしたらジャズだとか、ヒップホップ、あとはクラシックは多分いいと思います。豊かな音を、発揮してくれるのはこちらのジャブラとなっています。はい、3つ目、BOSE ですけども、こちらの音質はもうキレッキレのノイキャンと低音をまさに、フルパワーで活かしたモデルとなっています。かといってこの中域高音域を潰すことはなくてですね、音の分離感とかその辺は非常にいい仕上がりになっています。私が感じたのはすごい、ライブ感があるなっていう感じですね。臨場感、ちょっとしたライブ会場ですとかクラブハウスとか、その辺なんていうんですかね、あまり広すぎない空間の空間に聞こえるんですけども、音がこもることもなく非常にキレッキレで、鳴ってくれます。BOSE といえば重低音っていうふうに思われてる方も いるかと思うんですけども、私もそのうちの一人だったんですけども、実際にですね、この完全ワイヤレスイヤホンを買ってですね聞いたところ、その想像してたほどの、低音、重低音では私はないと感じたんですね。深く鳴っている時もあれば、あ、ここは浅いんだなっていうふうに、発見しながら音楽を聴けるっていうことが、この BOSE ではできます。高音もいいし低音もよくて、なおかつ音の仕上がりがクリアなものとなっています。単純に重低音を求めている人はこれは、そういう方には私はおすすめはできないですね。けども、もし今、イヤホンをお探しの方とかは、電気屋さんに行ってですね、実際の、実物で、試聴をしていただきたい。私がね、別に大人、ウィザードじゃないので、マスターではないので、そこは自分の耳でしっかり判断していただきたいと思います。決めるのは皆さんです。バッテリーもこの3種類についてはもう1日使えるっていうものなので、大差も
ありませんし、防水性能もほとんどが IPX の4以上となっているので、日常生活で、心配する必要はないかなっていうふうに思います。あとは、それぞれにこうアプリがあったりして、そこで細かいカスタマイズをすることができたりするので、そういったものも楽しみにしながらこう、イヤホン探しをしてみるのもいいんじゃないかなというふうに思います。値段もそんなに安いものではないので、これ1台を大事にしたいんだと思ってる人は、自分の耳で確かめて、自分の好きなものを購入してください。じゃあまとめていきましょう。はい、それではまとめていきましょう。ですね、今日は、完全ワイヤレスイヤホン3つ、簡単にお話をさせていただきました。どれもですね、どれを買っても私は不満に思うことはないと思います。で、私の話なんですけども、私の中の絶対的な音っていうのは、こちらのゼンハイザーのモメンタムトゥルーワイヤレス2とですね、先日購入させていただいた、レビューをさせていただいたこちら BOSE、この2つを、のレベルを基準にこれからは、またね、レビューをさせていただきたいと思います。味付けがね、全く違うものなので、比べるには、持ってこいなのかなと思います。お値段的にもほとんど一緒なんですね。こちらの方がちょっと古い感じで、でも未だにすごい人気があるんですよ。で、先日購入した BOSE は、ノイキャンが非常に素晴らしい一品になっていまして、あ、これが元祖のノイキャンなんだっていうのが分かりました。どれも甲乙つけがたいんですけども、順位をつけるとしたら、私は、こちらですね、ゼンハイザーのモメンタム、これが1番、第2位はなんとジャブラです。最近すごい使ってるんですけど、音のやっぱりオールマイティーさ、完成度が非常に高いんですよね。で、他の2機種よりも多少ちょっとお値段も安いんですけども、上質な、サウンドと、パワフルな音を、生み出してくれる非常に、僕好みの音になっています。音が爆発することがないんですよ。私の中では今2番目ですね。で、残るのがこちら BOSE ですけども、ノイキャン重視する人は、先ほどの話じゃないですけども、こちらのノイキャンの元祖で無を体感できるほどのパフォーマンスを持った機種ということで、こちらの BOSE を購入することをお勧めいたします。やっぱりね、ノイキャン と、音楽が合わさった時にどれだけのパフォーマンスが出るかっていうのが一番大事な部分なんで、それを実現できるものに仕上がっているのがこの BOSE だと思うんですね。他にもね、いろいろ持っていますけども、今使い倒しているのは3種類になります。すいません、ちょっと長くなってしまったんですけども、実物を視聴してから買ってみてください。音楽っていうのはやっぱり楽しむものなので、そのツールとしてイヤホンがあるわけで、評価してみるのも非常に面白いものがあります。私もね、こう今軽くレビューをさせていただいて、考えがね少し整理されてきましたので、今日の動画撮ってよかったかなというふうに思っています。というわけで、今日のレビューは、ここまでとさせていただきます。
最後まで、ご覧になってくださってありがとうございました。またですね、今日の動画、良かったよなんて方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。というわけでね、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。